も、モネクラです。今回はセリアで買ってきたシールを一緒に見ていこうい。セリアね、本当に1年ぶりぐらいかな。結構行ってなかったと思う。いつぶりだろうな。前大量に買った時ぐらいぶりかな。生活圏にセリアがなくて、 あったら行こうって思うんだけど、でも、遠出してお出かけした時ってわざわざセリア探して入らないじゃないですか。だから、ちょっと、すごい久しぶりのセリア購入品になるんじゃないかと思います。この前ね、桜木町駅出てすぐ左の建物で、映画を見たんですよ。映画館に行こうと思って映画見たら、エスカレーター登ってる途中でセリアがあって、夢中になってたら、 こんな感じになりました。シール売り場はね、全然少なかったんですよ。普通に棚一面ぐらいしかなくて、こんだけって思ったけど、そこのセリアめちゃくちゃセンス良くて、多分ね、子供用のシールはあんまり仕入れてないんじゃないかな。あんまり子供が来るような場所じゃないかなと思うので、立地的にね。ちょっと、ティーン向けというか、子供よりちょっと年齢層を高めに設定した、 入荷をしてそうだったので、もう全部可愛くて、すごい買っちゃった。そう。あとセリアあんまり行かないっていうのもあって、あの、複数買いしました。リピートしたそうなものは、もう買っちゃおうって思って、多めに買ったので。そんな感じ。じゃあ、どんどん見ていこう。まず、1個目が、このサクランボと、パフェとかクリームが可愛い柄。結構キラキラな、ホログラムが入ってる。 リボン系。結構ね、トレカデコっぽい柄が多めに入荷してたかな。これも2枚。桜んぼモチーフが好きなので、2枚買いました。かわいいよね。使いやすそう。次。あ、そうそう。この、今これ見終わったら、このシールたちで、昨日の日記を書こうかなと思います。これも、ホログラムとね、ホログラム系すごい多いんだね。黒いリボン。これ1枚しか買ってないの ?1 枚しかなかったかな在庫が。 黒とかすごい使いやすいので、複数買いしたいな。<laughs> そうだね。多分ここが2枚だから1枚しかなかったのかな。で、色違いっぽい。色違いじゃないのか。ホローがないね。ホローがない。ツヤツヤのチェック柄のシール。ちょっとくすみカラーで、秋っぽい感じになってる。でも秋イメージじゃないだろうな。くすみカラーのリボンシール。2枚。可愛い,いね。 いや、近くにセリアあったらね、解体シールいっぱいありそうなんだよな。次キラキラの、すごいね、大粒なホロの、暮らしっぽいホロの赤いリボン。赤かなピンクかな赤み強めなリボンたちと、青み強めなリボンたち。色違いだね。かわいい。使いやすそうですね。リボン系あんまり持ってないので。 多めに買ってるかも。ほとんどリボンだね、今見えるとこ。と、細かーいホロ。すごい、ちょっと100均感あるね。このチープさが可愛い。キラキラのホロのやつと、これがね、結構可愛い。オーロラの、わかるかな反射がね、こう、オーロラっぽい感じの、 リボンこれは、こっちもだね。こっちはピンクとか紫系の統一されてるやつで、こっちがカラフルかな。柄は同じだね。色違いなんだね。可愛い,いこんな感じのと、リボン多いな。これも、ほろだね。ほろが入ってる。ちょっとグラデっぽいカラーになってるリボン。と、これがね、リピート。これ持ってます。チェック柄。 さっきこれのチェック柄なかった色違いだったのかそうだね。さっき見せた黒いチェックとくすみチェックと、カラフルなチェックは色違いだね。カラフルなのも買いました。カラフルだけは持ってて、使ったかななんかの動画で出てきたかな使った気がするな。と思う。と、マさんが入ったリボン柄、ちょっとこのデザイン、 どこかで見たことがある気がするけど、まあ、可愛かったので買っときました。本家も見つけたら買いたい。こんな感じの赤とピンクのリボンのクマさんと、あとは、白クマさんだ。白クマさんになってるやつ。ポーズも違う同じか。ポーズは一緒か。色違いだね。白クマさん、青系のリボンと、これね、もうちょっと使っちゃってるんだ。 どこに使ったかな今年の手帳の、今年じゃない、今月の手帳のここだね。使ってます。かわいいよね。こんな感じの茶色いシール。茶色いくまさんシール3枚。使うなって思ったんだね、多分。茶色は何にでも合わせられるもんね。3枚と、これも色違い。これも3枚だ。 赤とかも使いそうだから買っといてもよかったけど。白黒のマさんのシールも3枚。色違いだね。これと、ハートこれ持ってる、ハーパフガールズのコラージュとかにも使ってたこのハートの、これもホロかな。オーロラっぽい反射で色が変わるシールなんだけど、 これね、何にでも使えて良かったです。<laughs> いろんな色があるからいいよね。いろんな色があって、主張をそんなにしないけど、キラッとしてる。使いやすいので、これリピートですね。また買ってきたのと、それのね、星があるの知らなかったの。ハートの星バージョンがあったので、これを2枚買いました。結構ね、何にでも使えてありがたいんだよね。これも、 リピートだね。これ、ピーポくんとか。あとは、ポケモンのカードのコラージュか。えーっと、ちょっとしか使ってないわ。<laughs> これだね。この星だね。このリーフィアのところとかにも、結構ね、何にでも貼れる、やっぱり。その、いろんな色が入ってるのは、何のコラージュでも色を合わせて選べるから、何にでも使えるので、これも、リピート。結構キラキラしたシール、よく使うので。 と、これピンクと紫と水色かなのハートのシールも初めて見たので買ってみました。これも何にでも使えるよね。結構ね、水色とか透き通った系最近ハマってるので買ってきたやつと、ピンクと赤のハート。ピンクと赤のハートはね、やっぱり王道なので何にでも合わせられます。絵文字みたいに。ポンと、どこにでも貼れちゃう。と、かわいい。 韓国っぽい縁取りシールだね。縁取りの透明な縁取りっぽいシール。エンボスシールを金と銀で2枚ずつ買いました。もっと買ってもよかったのになかったのかなやったな。ちょっとここまで買ったから金額にビビったんだな。<laughs> こんな感じで2枚ずつ買ったのと、 可愛い,いこれ2枚買えばよかった。恐竜のマステ素材シール。マステ素材じゃなかったら2枚即決だったな。迷ってて、迷ってる間にもう映画行かなきゃいけなくなっちゃって、もうレジ行っちゃって1枚になりました。これと、これ可愛いいよね。と、これもリピートあってよかった。マイセリアの シールの紹介動画で買ってて、これね、売り場に1枚しか前の時はなくて、1枚しか持ってなくてね、すごいちみちみ使ってたの。すごい可愛くていっぱい使いたかったのに、1枚しかゲットできなかったから、すごいケチケチ使ってたんだけど、3枚買い足せました。これすごい気に入ってるので、よかった。またいっぱい使えるね <laughs>。今回のところにはあったので、リピートと、それの、海の生き物バージョン。これも、 ちみちみ使ってたので、追加で購入できました。かわいいよね。あとは、これもトレーカデコ用かなちょっと赤ちゃんっぽいシール。特にホロとかオーロラとかは入ってないかな。普通の赤ちゃんっぽいモチーフのシールと、これはもう完全トレーカデコ用だね。もうトレーカ、そのまんまって感じのデコレーションシール。これね、 二枚ずつ四デザイン入ってて八枚入りだって。このデザインが二枚ずつ入ってます。チェック柄の熊さん系のシールと、色違いの熊さんのやつ。こっちの熊さん何も持ってないのちょっと寂しいよね。こっちの熊さんは全部ハート持ってるんだけど。こんな感じで。ハートを持ってるんだけど、色違いの方は何も持ってない。 まあ好きなものを持たせられると考えればそうかも。こんな感じの4色のシールが2枚ずつ。と、あとは、細かいシールだね。これ何シールなんだろう。動物の顔のシールが6シート入ってるやつ。お得だよね。これ系結構お得で使いやすいかも。ちょっとこれ迷ったんだけど、私っぽくないデザインかもと思って迷ったんだけど、まあ、セリアに行くのが珍しいので、一応買っておきました。 悩んだ時はもう100円なのでね、あんまりいけないなら買っちゃおうと思って。これも4シート。ハートと動物のシールと、こっちも4シート。これもハートと動物だね。のシールを買いました。このハムスターがなんかすごい昔っぽいデザインで、懐かしかわいい。平成初期って感じ。<laughs> かわいいよね。こんな感じでした。結構さささっと終わっちゃったな。 セリアのシールめっちゃ可愛いよね。結構ね、あの、セリアとダイソーとキャンドゥーで商品が分かれてるので、でもこんなに買えてよかった。すごいセンスのいい店舗だったので、こんなに買ったのかなと思います。欲しいのがドンピシャで揃ってたので、こんなに大量にゲットしてくることができました。じゃあ、昨日の日記をデコろうかなと思います。こっからは無言で、いつも通りコラージュ動画にしていこうかな。 完成しました。まさかのワンシート使い切りましたね、ほぼ。あと3枚のクマちゃんしか残ってないし、ハートの方も小さいハート全部使っちゃいましたね。まあ、だいたい150円くらいだったかな。この1ページっていうか、この見開きのコスパが。そんくらいだったかなと思います。いや、久しぶりにシールこんなに貼りましたね。かわいい。 こんな感じです。まあ、たまにはいいよね。こんな感じになりました。ちょっとね、肉眼で見るともっとピンクピンクして可愛いんだけど、ライトが悪いかな肉眼で見える感じにフィルターをかけると、こんな感じ。今回は結構可愛い系になったんじゃないかなと思います。 ハートもっと買えばよかったね。リピートしたかったかな。セリアはもう近くにないのでしばらく買えないけど、まあシーンとかダイソーとかいろんなところでシールを買ってくるのでいいかな。そう、ドラクエの文房具も結構買ったのが届いているのでそれもそのうち紹介したいな。うちはシールをすごい買ってるのでまたいっぱい紹介できるんじゃないかなと思います。えっ、ー、と、あさってかなあさってシーン投稿したいと思っているので頑張ります。 ではでは、今後の動画もお楽しみにバイバイ